ベルリンの壁を西側から撮影した1980年代の写真。身元不明のものを含めた犠牲者を記念している。恥の壁は様々な壁に対する否定的な通称の一種。特にドイツに存在したベルリンの壁を指す場合が有名である。この例はビリー・ブラントが初めて恥の壁という言葉を使い、西ベルリン政府も壁をこのように故障するようになり、 その後1960年代初頭以降に英語圏など各地で用いられるようになった。さらに後には様々な壁がベルリンの壁になぞらえられて恥の壁と呼ばれるようになった。恥の壁と呼ばれる対象は人々の分離を目的として物議をかしている物理的な分離壁の他にも特定人の面目を潰すために名前や写真を晒した掲示板や壁である場合もある。 近年では、メキシコアメリカ国境壁、エジプトガザ国境壁、西岸地区分離壁などが、恥の壁と呼ばれていることがある。ウォール・オブ・シェームという言葉が英語で初めて現れたのは、ルース・ベネディクトの1948年の著作、キクト・刀である可能性がある。ただしこの時の、恥の壁は、日本人の名誉と恥の社会文化を説明する比喩で、あり。 後の要例とは全く意味合いが異なる。ビリー・ブラントは、ベルリンの壁を、端の壁と最初に呼んだ人物である。1961年、東ドイツ政府と東ベルリン当局は、国内の西ドイツの飛び地である西ベルリンを囲む、国内国境線に、ベルリンの壁を建設した。東ドイツは公式にはこれを、反ファシスト防壁と呼んだが、西ベルリン市民の多くは、 恥の壁と呼んだ。初めてベルリンの壁を恥の壁と呼んだのは西ベルリン市長ビリー・ブラントである。ドイツ国外では1962年にタイム氏が出版したカバーストーリーで恥の壁の語が使われ、アメリカ大統領ジョン・ F ・ケネディも1963年1月14日に合衆国議会の一般教書演説でこの言葉を使った。 ベルリンの壁の至るところには落書きがされていたが、特に道と交差するところでは、道は、端の壁で寸断されているという落書きがたびたび、見られた。ベルリンの壁が崩壊した後でも、たびたび、端の壁という呼び名が使われている。ありがとうございます。